皆さん、こんにちは。仮面ライダーゼロワンで人気人がつき、2022年のドラマ、ワルで、大注目の若手俳優となった、高橋文哉さん。ドラマ、君の花になるにも出演する高橋文哉さんは、見る人すべてが認めるイケメンで、これまでに交際した人数は14人との噂があります。今回はそんな高橋文哉さんの歴代彼女と噂される、めるるさんやこうきさんを含む14人を徹底紹介します。また高橋文哉さんのお母さんは女手一つで3人の息子さんを育て上げたと言われています。気になる家族構成の方も合わせてご紹介いたします。思わず見惚れてしまう端正な顔立ちと柔らかい雰囲気で多くのファンのハートを射止めている高橋文哉さん。これほどのイケメンならばこれまでに彼女がいても不思議ではありませんが、どうやら歴代彼女は14人に上るとの噂があります。これまでの歴代彼女はどのような人たちなのかとても気になりますよね。高橋文哉さんと噂になった歴代彼女を時系列に沿って振り返ってみたいと思います。人気芸能人の熱愛報道といえば週刊誌で発覚という流れを思い浮かべます。歴代彼女13人と明確な数字が判明していることから、もしかして高橋文哉さんもこれまでにフライデーなどで熱愛報道されたことがあるのではと気になりますよね。先に答えを申し上げますと、高橋さんは週刊誌報道されたことはありません。ではなぜ14人という噂が広がったのでしょうか。高橋文哉さんは2017年に開催された男ミスターコン2017でイケメン男コウの栄冠に輝き、それをきっかけに芸能界にデビューしました。そして翌年の2018年に出演したアベマテレビの恋愛リアリティ番組太陽と狼くんには騙されないの紹介の中で、これまでに交際した人数について9ですと回答し、視聴者を驚かせました。17歳で9人と交際をした経験があるというのですから、驚くのも当然ですよね。もちろんお愛のは皆さん一般人ですので、写真やプロフィールなどの詳細は不明です。しかし、2018年12のモデルプレスのインタビューの中で、今まで年上のとお付き合いをしたことは一度もなくて、同級生が一番多いです。と答えてましたので、芸能界に入る前の彼女は同級生か後輩になるということでしょう。では高橋文哉さんが芸能界にデビューした後の歴代彼女は誰なのでしょうか。時系列に沿って詳しく調査してみました。高橋文哉さんの噂された歴代彼女10人目はぬくみめるさんです。高橋文哉さんとぬくみめるさんが共演したのは太陽と狼くんには騙されないという番組でした。この番組は本気で恋をしたい女子高生たちがイケメン男たちとデートを繰り返しながら恋に落ちていくまでを追う恋愛リアリティショー。高橋文哉さんとぬくみめるさんはふみめるコンビとしてダントツで視聴者に大人気でした。しかも番組の中でお二人は両思いだったのです。番組の中では残念ながら思いは実らなかったものの、視聴者はお二人のその後に期待していた模様。しかし交際の事実については高橋文哉さんは次のように否定しています。狼くんが終わって気になる人や新しい恋愛はあるのかという問いに対し、好きな人はいません、恋愛をする気はないというのが今一番の気持ちです。ありがたいことに最近すごくいろいろな仕事をいただけているので恋愛に対して気持ちが向かないのもあると思います。と答えました。ずっと夢であった俳優の仕事をスタートさせた時期ということもあり、恋愛よりも仕事に全を注いでいる真っ最中のようです。ぬくみめるさんとはニックなど、プライベートでも交流はあるようですが、交際には発展しなかったようです。さらに、ぬくみめるさんも高橋文哉さんとの交際について、次のようにインタビューで答えていました。今のところ進展はないです。好きだけど友達でいる感じ。なんて言ったらいいんだろう。付き合ってしまったら仕事に集中できなくなってしまいそうで、
お互い今な時期で仕事に集中したいと思うし、とお互いその感じはあると思います。高橋文哉さんもぬくみめるさんも、メディアに出始めた頃ということもあり、今本人の中で一番大切なことは仕事であると、両者ともにきっぱり交際を否定されていました。恋愛はタイミングが命だと言いますが、まさにお二人も思いが通じ合う時期が異なっていたら、今とは違った未来を共に歩んでいたかもしれませんね。高橋文哉さんの噂された歴代彼女11人は鶴島ノアさんです。高橋文哉さんと鶴島ノアさんが共演したのは2019年に放送された人気テレビドラマ仮面ライダー01です。高橋文哉さんは主人公を演じ、鶴島ノアさんはヒロインとして活躍され、放映当時から仲の良い様がされていました。2020年のインタビューでは、お二人の関係性が伺える次のようなコメントが、鶴島、最初は台本通りだったのですが、お互いの関係が深まるにつれて、だんだんとギャグの相談とかもできるようになりました。現場でいろいろなことが試せるようになったよね。高橋、そうだね。途中からは、僕がこうしたら、伊豆なら、こうしてくれるだろう、とか、伊豆のこういう顔が、たい。と思って、お芝居することもありました。そういう時は、モニターをチェックするのが楽しくて、こっちの想像をはるかに超える表情をしてくれていた時なんかは、本当に嬉しかったなぁ。撮影を通じて関係性を深め、お互いに理解し合えるようになったようです。鶴島ノアさんは高橋文哉さんとの間には、阿吽の呼吸のようなものがあると、話していました。また、ツーショットのプリクラ画像が流出し、やはり付き合っているのでは?という噂に拍車がかかりました。しかし、このプリクラは仕事で撮影したもの、ということが判明しています。さらに、ツイッターでのやりとりがとても仲が良い。というのも、交際を噂される要因となったようです。しかし、週刊誌などでの熱愛報道や、ツーショットのなどはないため、交際の事実はなかったのではないでしょうか。苦楽を共にした仲間としての、兄弟、姉妹のような、気の置けない異性の友達なのかもしれませんね。高橋文哉さんの噂された、歴代彼女12人は山之内すずさんです。高橋文哉さんと山之内すずさんは、超10大チャンネルという YouTube チャンネルで共演。そこでの仲睦まじい様や、Twitter での仲良しなやりとりから、交際の噂が浮上しました。山之内すずさんの朝ごはんは、何が良いかという問いに対して、と答える高橋文哉さんが、漫才のようで何とも笑いを誘いますね。さらに高橋文哉さんのツイッターには、山之内すずさんとのツーショットが、投稿されたこともあります。肩を組んでいたり、距離感が近かったりと、一瞬疑いたくなるような写真に、得なくもありません。しかし、高橋文哉さんと山之内すずさんの掛け合いを追っていると、交際しているというよりは、性別を超えた友達という感じがします。実際共演中も付き合っているような雰囲気もなく、堂々とファンもテルツール上でのやり取りをしていることからも、単なる噂なのではないでしょうか。高橋文哉さんの噂された、歴代彼女13人は Kōki さんです。高橋文哉さんと Kōki さんは映画、牛首村で共演し、この作品で初主演を果たした Kōki さんの、恋人役を高橋文哉さんが演じました。2022年1日に、割れた完成披露試写会では、高橋文哉さんは Kōki さんについて次のようにコメント。カノンとシオンを演じ分けていたので、僕も気持ちを持っていかれるくらい、Kōki ちゃんのお芝居にのめり込んで、一緒にシーンを作れました。このコメントに対して、以下のようなやりとりが、行われました。気持ちを持っていかれるというのは、つまり好きということですか?と質問。共演した松尾さんは、愛の後すぐに好きになってしまうタイプだそうで、それを知った高橋さんが、松尾さんに寄り添う形で、好きですよ、もちろんと答えると、清水監督は、仮面ライダーに告げ、されたけど、どう?と、今度は Kōki さんに無茶ぶり。人たちの悪ふざけに笑いながらも、Kōki さんが、翔太の常にシオンに対するな強い思いが感じられていたので、シオンと翔太になった時は、
切り替えがしやすかったですと話すと、高橋はすごい嬉しいですねとはにかみ、松尾からお見合いみたいになってると突っ込まれていました。恋人同士の役を演じ、お互いに役柄として愛に愛情を感じながら作品を作り上げたようです。完成した作品を見てもお二人が非常にお似合いであることがわかります。しかしながらこちらも交際の事実はないようです。高橋文哉さんの噂された歴代彼女14人は今田美桜さんです。高橋文哉さんと今田美桜さんは2022年放映ドラマワルで共演。高橋文哉さんは今田美桜さん演じるヒロインを助ける掃除のアルバイトを熱演し、お似合いすぎると話題になりました。とってもお似合いだったことから熱愛の噂が流れた高橋文哉さんと今田美桜さん。しかしその後熱愛の証拠などは出てきていないため、交際してほしいというファンの願望が一人歩きしてしまった結果なのではと割れています。ここまで高橋さんと噂された女性を見てきましたが、続いて家族構成をご紹介いたします。高橋文哉さんの家族構成は母兄2人、高橋文哉さんの4人家族です。高橋文哉さんのお父さんは高橋文哉さんが中学1年の時に離婚しています。その他の情報も調べてみたのですが、お父さんに関する情報はほとんどありませんでした。もしかすると高橋文哉さんとはあまり仲が良くないのかもしれないですね。また高橋文哉さんの実家は店おかんのご飯デブ屋を経営していますが、この店の設立を一緒にしたのではということも推測できるでしょう。高橋文哉さんのお母さんは高橋文哉さんが中学1年の時に離婚をしていて、その後3人のシングルマザーになっています。普通に考えて3人のシングルマザーは様々な面で大変だったかと思います。お母さんは高橋文哉さんを含めた兄弟たちを育てるためにおかんのご飯デブ屋を経営しながら、ショッピングセンターでパートも掛け持ちするというパワフルぶりでした。続いてご兄弟を紹介します。高橋文哉さんの一番上のお兄さんの職業は消防士です。年齢は高橋文哉さんの8歳年上です。一般人ですが、お顔はメディアで公開していました。高橋文哉さん同様かなりのイケメンです。また現在では結婚されています。私ではお誕生日祝いを一緒にっているらしく、高橋文哉さんやお母さんともかなり良好関係を築いていることがわかりますね。そんなお兄さん、子供の時はお父さんのいない家庭だったため、お父さん代わりに高橋文哉さんを怒っていたようで、かなりのしっかり者なようです。また高校時代に男子ミスターコンって関東のグランプリに輝いた経歴の持ち主です。イケメン兄弟の長男なので納得の情報ですね。高橋文哉さんの2番目のお兄さんも一般人なのですが、お顔は公開されていました。そんな2番目のお兄さんは高橋文哉さんの6歳年上で、職業は3です。また年の離れたお兄さんに人を持つ高橋文哉さんはインタビューで、兄2人がにとってのヒーローでだったと答えていました。その他にもお兄さんの影響でバレーボールやスノーボードを始めた高橋文哉さん、常にお兄さんたちの背中を追いかけていた様子で兄弟愛を感じますね。いかがだったでしょうか。今回は高橋文哉さんの歴代の彼女とご家族について紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。